はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日、3本目の動画になりますけれども、皆さん、お元気でしょうか。私はそろそろ疲れてきました。超魔導剣士ブラックパラディンになんと新しいスキルが実装されましてね。これちなみにセレクションで、あ、セレクションじゃねえや、ストラクチャーが今日発売になりまして、まあ、詳しくはね、まあ、見ていただければわかるかなと思うんですけれども、自分でデュエルリンクスログインしてね、見ていただければわかると思うんですけれども、これ発売されまして、でまあ、ちょっと一応内容を見ておくと、まあ、新しいカードはですね、なんだこれか、虚空と、あと対峙する宿命と、束ねられし力と、これ、見習い魔術師、懐かしいですねこれね、04環境デュエルとかでよく使われるんですけど、これとか、あと、これ、超魔導剣士ブラックパラディの新しい絵柄のやつ、これが追加されまして、でですね、新スキルがね追加されてるんですよ。すげえテキスト長いんで、超テキスト長いんですよ。最近のスキルテキスト量がマジで本当受験勉強並みの文字量なんで、読むのめっちゃ大変なんですけど、まあ、一応どういうスキルかっていうのを簡単に説明すると、めちゃくちゃ簡単にブラックパラディン出してもいいですよっていうスキルになってましたね。はい。ただし、まあ、制約がいくつかありまして、まあ、制約から先に説明するか。制約、デッキの魔法使い族、闇属性モンスター以外のカードのカード名が全て異なると。だからね、魔法トラップカードとか全部ね、ピン刺ししないといけません。例えば、まあ、陣を3枚入れるとか、ナビゲート3枚入れるとかできません。はい。全ての魔法トラップカードは1枚ずつにしなければならないっていうね、ザ・アテムみたいな、闇遊戯、リアル闇遊戯みたいなデッキを組むみたいなこと言ってます、好みは。はい。で、エクサデッキに超魔導剣士、ブラックパラディン以外の融合モンスターが存在しないということで、キャバルリーとか、アミュレットドラゴンとか、出せません。はい。このスキル使う場合、何が強いねんっていう、じゃあ、何が強いねんっていう話なんですけども、一応ね、召喚サポートを結構してくれまして、どういうサポートしてくれるかというと、手札からブラックマジャのカード名が記された魔法トラップカード、まあ、例えば、イリュージョンマジックとか、まあ、束ねられし力とかでもいいですね、新しく追加された、あと対峙する宿命とかでもいいですけど、そういう魔法トラップカード、またはブラックマジャのうち、ブラックマジャのうち、どれか1枚をデッキに戻して、デッキ外、要はデッキに入れなくてもいいです。デッキ外から急にカードを製造できます。で、製造できるカードは何かっていうと、バスターブレイダーと融合。だからブラックマジシャンとかをコストにしながらバスターブレイダーと融合を生やすっていうスキルですね。だから、まあ、1枚が2枚になってるんで、実質アドバンテージは稼げています、これで。まあ、ただし、このスキルを使用するターン、自分は1体しかモンスターを特殊召喚できませんと。で、さらに次の相手ターンの中、自分はモンスターを特殊召喚できないということで、制約ガチガチです。はい。制約でもうゴリゴリに縛ってますんで、まあきついです、このスキル。だから今日はね、このスキルを救っていこうというふうに思っておりまして、まあ、なんだかんだ魔法カード止める効果を持ってますんで、パラディさん。なんで、一応魔法カードを使うデッキであれば、一応強いという話なんですよ。で、このスキルを使っていくためには、まあ、デッキ内をね、かなり尖った構築にしなければいけないんですが、今回 の, 相当尖った構築になってるんですけど、これです。はい。これが完成形一応。闇属性魔法使いであれば3積みしていいんですよ。それ以外はダメなんですよ。で、闇属性魔法使い族いくつか調べまして、なんかバッと調べた感じ、強そうなやつ、ある程度なんかいるんで、まあ、ガガガとかが一応いたんですけど、ちょっとやっぱロットがね、一番強いんですよね。なんでかというと、ロットは召喚に成功したらイリュージョンマジック持ってこれまして、イリュージョンマジックが、要はロットで、をリリースすることによって、ブラックマシャン2枚になれるんで、もう即座に融合ができると、ここで。だから、ロットイコール、なんかアドソンなし融合ができるんですよ、このスキル。だからロットイコールパラディンです。実質、このデッキではロットイコールパラディンです。だから、ロット3積みしました。ロット3枚積むということは、まあ、ナビゲートとか積めません。ええ。ナビゲートとか、こういう、なんか、リミット3のカード被っちゃってるんですけど、積めないんですよ。なんで、もうちょっと今回はパラディンに頑張ってもらおうと思って、ブラックマジシャンをシンプルに出すことは、死者蘇生、だけは一応入れましたけど、それはなしにしましたよ、他は。もう全部、もうロット3枚にぶち込みました。で、ロットをサーチできるように、ウィッチですね。まあ、サーチっていうか、まあ、遅いけど、まあ、しゃあないわな、このくらいしかねえから。で、
あとはもうね、遅延するカードで頑張ってなんかちょっと遅延すればいいんですよ。あのロットイコールパラディなんで、まあ、要はロット持ってこれるこのカードたちを引くまでは頑張って遅延すればいいんで、まあ、デーモンズチェーンとか、奈落の落とし穴ね、これ、新しく追加された最強カード、攻撃力1500以上のモンスターをなんか破壊して除外できるっていうね、最強カードですよ。これとか、あとまあ、まあ、ウィッチをあのリリースして、相手パクったりもできるようにエネミーコントローラーとかね、こういうカード、あと月の書とか、こういうのが入ってますと。で、この魔法トラップが1枚ずつの理由は、このスキルの使用上しょうがないからです。はい。もちろん俺だって、なんか積みたいですよ。魔導陣とナビゲートガン積みして、なんか超魔導剣士ブラックパラディも出るし、ブラックマシャも出るみたいな構築にしたいですが、このスキルの使用上許してくんないんで、こうするしかないんですよ。もう最近ね、コナミね、あのスキル作るときビビりすぎてね、なんか、クソみたいなね、縛りめちゃくちゃくれ、よこすの。で、このスキルもまあ一応、弱くないんですけどね、パラディンが簡単に出せるんで、弱くはないんですけど、まあきついっていう。まあ、そういう話だけしとくわ。うん、早速ね、ブラックパラディンのパワー、見せていきましょう。魔法カード、全無効による圧倒的完全制圧対話拒否やっていこう、レベル3倍。さあ、お相手の方、沢渡劇場の開幕だったけど、沢渡劇場の開幕も魔界劇団に来ちゃったから、どっちか分かんないのめっちゃきついんだよ。妖戦獣なのか、それともなんだっけ、魔界劇団なのか、まあ多分魔界劇団だと思うんですけども、とりあえずイリュージョンマジックを発動していく。マジシャンズロットをリリースして、ブラックマジシャンを2枚持ってくることができる。これ、ロット1枚でね、融合できるっていう最強スキルなんで、融合の使い手、超魔導剣士。これによって、ブラックマシャンをデッキに戻して、バスターブレーダーと融合を製造する。ペガサスもびっくりの創造技で、天地創造クリエーションバーストして、超魔導剣士ブラックパラディンを融合召喚。よし、魔界劇団、魔界劇団じゃね、魔界劇団だったらさ、これさ、なんか手札抱えたやつが強いんだよね。だから魔法カード発動全部無効にすればあのデッキ何もできないから、これこうしといて、まあ、ちょっとデモンズチェーンはねさすがにね、なんかどっかで使えそうな気がするんで、なんとか置いといて、あとはもうペンデラム召喚に関連するカードをひたすら込めまくればいいっていう話を、はい、サイクロン、あ、まあそれはしょうがないか、それは止める必要1ミリもないから、まあデモンチェーンはいいわ、いいよ。で、螺旋のストライクマスター、無理、全然無理よ。で、残り3枚ね、3枚、いや3枚は結構きついんじゃないかな。相手メローマドンナをなんとかして止めたい。アドバンテージを稼ぐカードをひたすら止め続けたい。天空の交際は、あ、それはいいよ、それはいい、大丈夫。難しいね、ここで何がセッティングされるかっていう。メロン、無理、もう全然無理。あと1枚でしょ、あと1枚だったらさ、いやでもあと1枚があれの可能性あるのか、なんだっけ、ワイルドホープ、いやワイルドホープだってやばい、ちょ、ほんとやめて、ワイルドホープほんとやめてください。ワイルドホープだった場合マジでちょっともう止めようがない。よー、耐えたーと、ロッド来たー、ロット来た、ロット召喚で、ロット効果、束ねられし力をサーチしていく、束ねられし力をサーチしていきながら、スキル発動しておいていいか。スキル発動したところで、アドバンテージは損しないんですよね。バスターブリーダーが手札に加わるんだったら最悪なのよ。いや、融合の使い手超魔導剣士からのバスターブレーダー製造、はい、融合も製造。1枚で2枚製造するの結構やばいな。サッシーかな、ワイルドホープかな、サッシーか、なるほど、サッシー、ちょ、サッシー、これ展開的にデッドリシーンとか出てきてやばいので、もう殴ってほしくない。サッシールーキー行こうか、オッケー、サッシールーキー効果でワイルドホープ出てくる、オッケー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 、もうしょうがない、これはワイルドホープ叩き割れる。メローマドンナサーチ、メローマドンナ止める、絶対に、メローマドンナだけは絶対に止める。鉄の石、ストライクバーストストライクバーストは別にか、ストライクバーストを止める必要性すら一切ないからな。
ストライクバーストを止めて持ってきたメローマドンナ、メローマドンナ止める、いやいける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 、いやこれはね、これはでもスルー、ここはスルーで、ペンデラムスルー、オッケーで、多分天空の交差で割ってくるんですよ。はい、でワイルドホープ叩き割る、でワイルドホープ、効果発動して、ペンデラム、アークペンデラム、アークペンデラムね、手札今ワイルドホープ、今アーペン、アーペンね、でワイルドホープオッケー、ワイルドホープオッケー、メローマドンナオッケー、ペンデラムスケールをセッティング、でペンデラムスケールセッティング、アークペンデラムは別にいいや、アークペンデラムは別にいいです、はいメローマドンナだけ止めます、絶対にメローマドンナだけは絶対止めます、あ無理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 これはこれは果たして遊戯王なのか、これはデュエルなのか、果たしてえこれランク3いるな、これランク3いるべき、これランク3一応いるわ、バトルステージ入りましょう、はい、これペンコナミさんに言いたいことあるんですけど、ペンディラム召喚売りたいの売りたくないのどっち。さあお相手の方、シューティングスターロー、シューティングスターロー、なんかさっきからシューティングスターめちゃくちゃ当たるんだけど、なんでだろう、まあ、とりあえずパラディンはね、ドラゴン族がいると打点が上がるっていう、ね、最強効果を持ってるんで大丈夫ですよ、はい、やつはねドラゴンなんで、スターダストドラゴンもドラゴンだし、シューティングスタードラゴンもドラゴンだから、ドラゴンでついてるっしょ、ドラゴン族がいるとね勝手に怒って打点が上がるんで、こっちのパラディンはトラップカードとモンスター効果にめっちゃ弱いっていう話はあるけど、なんかバグからっていうぐらい弱いんだよねパラディンって、まあ、なんでか知んないけど魔法カードとドラゴン族に対してのなんか怨念みたいなやつはすごいんだけど、トラップカードとモンスター効果にはほど全くの無力っていう、なんならドラゴンでも普通に効果発動されると除去られるっていうね、シンプルなんならあれですから、ギャラクシーアイスとかなんか普通になんか一生飛ばれるし、オルタナティブとかに破壊されるし、なんかドラゴンに弱いのか強いのかよくわからないみたいなね性能をしてます、パラディさんは、はい、可愛いですよね、僕は好きです、はい、皆さんは嫌いかもしれません、嫌いかもしれませんが僕は好きですよ、そんなパラディさんが可愛いですよね、集いし願いで、集いし願いね、オッケー、スターダストドラゴンいいでしょう、スターダストドラゴン来た、でフォーミュラシンクロン、オッケー、で、クリスタルウィング新強ドラゴンね、はいクリスタルウィングシンクロドラゴン来たらマジこのスキルぶっ壊れるって皆さんご存知ですか、これね急にクリスタルウィングシンクロドラゴンとか出せるスキルってやばいんですよね多分、で黒木モリノビッチセッツ、モンスターをセットで、いやーこれ死ぬかな、俺死にますか、いや死にますかって聞いたところで見ると俺これしかできないんだよ俺、こうしてでこうしとくしかない、もうこれしかないっす、やることマジで、はあ、終了するしかありません、ちなみにこの融合を除去られたらあんまり意味がなくなっちゃうんですけども、サイクロン内容見よう、フォーミュラシンクロいいだろう、メインフェーズ中に相手のメインフェーズ中、アクセルシンクロをすることができる、クリアマインド来た、絡みつく時間振り切って限界までぶっ飛ばして、ギリギリの思いつないだら行くのさ、マイウェイ、行くぞ俺のターン、はい、ドロー、さあ一体何を召してくるんだ、優勢チューナーモンスター、ジャンクシンクロン、あやべえ、ジャンクシンクロンのモンスター、ジャンクデストロイヤー出てきた場合どないしよう、まあ、何を破壊するかですね、前破壊してくれるんだったらジャンクデストロイヤーはスルーでいい、後ろ破壊するんだったら打たざるを得ないので、シューティングスターのなんか3回連続くらいの攻撃死にますね私3連打で死にますよ、ジャンクウォーリアーいいでしょう、ジャンクウォーリアー効果で、ジャンクウォーリアー効果からのジャンクコンバーター効果で墓地のチューナーモンスター一体を特殊召喚できるという効果で、墓地からサイコビールだとかいうレベル3の最強のチューナーモンスターを一体特殊召喚できる、これで一応表側表示のモンスターね割っていくっていうそういう公式なんでしょうね、はい、まあいないんですけどこっちのデッキ、表側のカードはないんで、めちゃくちゃ遅いなこのデッキ、なんか展開黒木モリノビッチセットしてる時点でクソ遅いぞ、はい、ハマなんだ、へえ2連打ね、なるほど、とりあえずなんかめっちゃ連打するデッキなんだ、なるほど、シューティングスタードラゴンいいでしょう、はい、何連打、はい、0連打、0連打、0連打、
ゼロ連打いや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 弱すぎるだろお前デッキトップ弱すぎるだろお前さては偽物優勢だなバトル行けさては偽物やろそれは受けるわ普通に、はい、なんで守備にしたんだろう分断の壁とかケアしたんだマジシャンズロッドはい分断の壁ケアだと思われます多分おそらく分断の壁と波紋かはいで波紋組んでぶん殴っていく、まあ、そんなカード入ってないですけどこのデッキそんな分断の壁とか波紋のバリアとかそんな強そうなカード入ってないんですブラックマジャーあ OK でですねマジシャンズロッド召喚してなんか最強のカード持ってくればいいか最強カード持ってくればマジシャンズロッド召喚束ねられし力サーチしていきたいという効果発動さあどうするマジシャンズロッドとかいう最強モンスターを召喚したぜそれはどうかな何デモンズチェン貴様なかなかやれる、まあ、ただ一応融合さえ揃ってるんで融合はできそうですねデモンズチェーンがあって融合してこれ1600殴られたら負けるな1600殴られないのしかできないな絶対にってことは絶対にあのモンスターを2体処理してざるを得ないからスキル発動をしてはいけないスキル発動しちゃいけない特殊まで1回しかいけない融合発動先に新しい柄いこうバスターブレイダーとブラックマジシャンの融合召喚現れろ超魔の剣士ブラックパラディンそしてマジカライズフュージョンの効果発動このカードは魔法使い族の融合モンスターを融合召喚する場合墓地から素材を供給できるぜこのモンスターたちをゲームに始まるし現れろ超魔の剣士ブラックパラディン行くぜうわ強えやべ強えこれで攻撃無効効果を一回止めてはいシュこれでシューティングスタードラゴンは止めない行け超魔導無影山行け超魔導剣士ブラックパラディンの攻撃超魔導無影山1連打目超魔導無影山2連打目うわ強え倒しろ2900相手はエクストラ的あと2枚いやあと2枚はさすがにいけるちょマジで2800出されたら負けるけどね今打点が2800打点出されると負けるチューニングが神ゲー最強と言われた超魔導剣士2体出るとかこのゲームいつから神ゲーあったんださあお相手の方20代来た20代俺とゲームをしようぜ10代ハンドはなかなか強そうだぜ俺のハンドはファーリス何それは漫画版エドのカードいつからエドフェニックスバックってきたファリスいいだろうファリスオーケーファリスとりあえずデュエルリンクスにはフュージョンデスティンくれませんコナミさん最近OCG とは禁止になったらしいですけどリンクスだったらデストロイフェニックスがいないからいいんじゃないですかリンクスだけフュージョンデスティン使えますみたいな仕様にしてOCG 名をリンクスに呼びませんかアナコンダはいないですし出すモンスターは多分今デッドリーガイくらいしかいませんよおそらくフュージョンデスティンで出せるカードデッドリーガイくらいしか出せないと思うんでいいと思いますよ、はいまあ、でもフュージョンデスティンで出すときはドミネートガイ出してください、ね、融合を期待するんだもんなるほどはい2体で融合アドレーションアドレーションオッケー何癖1癖弱いねマスクですかノーマスクだなんだろうあれサイクロンかななんか弱そうだな相手とりあえずロット召喚はいたかロット召喚ロット効果で杖効果でイリュージョンマジックなんだろうあれ癖わかんねえなイリュージョンマジック効果発動はいイリュージョンマジック効果こうしてこうなんだろう融合かブラフかこれブラフやなまあいいやとりあえずちょっと一旦パラディン出すわあのデッキはね魔法カード止めたら何もできねえって言われてるから、ね、魔法カードを無効化すればあのデッキは何もできねえいけ融合発動融合の効果により俺は手札のブラックマジシャンとバスターブレイダーで融合召喚を行う現れろ超魔導剣士ブラックパラディンそしてカードを1枚セットしバトルフェイスいけ超魔導無影山なんだこれそれはどうかうえぇ、ー、うわぁ、ま、
俺のパラリンが。なんでそんなカード入ってんだよ。なんでそんなカード入ってんだよ。いやまうわ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 なんでそんなカード入ってんだよこいつ。ふざけんなよ。なんでよ魂の時期ってふざけんなし。うわー終わったブラックの有効だと思ってた絆の家から。うわおいなんかブラック君に見せる魂の一撃最強説を押したい。